こんにちは、堀秀夫です。メルカリで商売すると逮捕されます。メルカリアカウントを販売して逮捕された人がいます。日本では転売は違法です。メルカリも転売を容認しません。北海道メルカリアカウントを不正に5人逮捕ということで記事出てましたけど、これね、今に始まったことじゃなくて、 まあ、2017年から数ヶ月おきに、え、逮捕者出てます。メルカリも、その転売は認めんと、ね、商売はやらせんというふうにね、方針をはっきりしてますんで、なぜメルカリで儲かる、ね、いう人がいて、アカウントを買って、ね、えー、始めましょうと言って買う人がいるのか、まあ、すごい不思議なんですけど、まあ、ね、まあ、少なくとも、 ビジネスでやるもんじゃねえだろうと思いますかね。ビジネスでやろうとする人がいて、そしてアカウントをビジネスで売ろうとする人がいると。まあ、はっきり言ってメルカリじゃ稼げません。稼げないのに逮捕のリスクがあると。まあ、割に合わないリスクを楽しむ特殊な趣味の人が日本にはたくさんいるのでしょうか。まあ、リスクなく稼げた方がいいに決まってると。まあ、そう思うならノーリスクで稼げる。 オーストラリアアマゾン室をお勧めします。まずは無料メールセミナーに登録してください。動画で見てる方、動画のね、えー、説明欄にメール、えー、登録の URL がえ記載してあります。そちらをクリックして登録してください。またね、えー、これ今記事見ながらね、えー、動画流してる方は、この右上にメールアドレスとお名前記入してえ登録するボタンを押して、無料アマゾン室メールセミナーに登録してください。 メルカリでね、逮捕者出ましたと。アカウント作成逮捕者出ましたと。出てましたけど、もう定期的にいます。逮捕されるってことはいけないってことですからね。いけないことをわざわざ、なぜリスクを冒してやるか。しかも、稼げない。まあ、不思議だなというふうに思います。オーストラリアアマゾンに参入した方が全然割に合いますんで、まずは無料メールセミナーにご登録ください。 以上、堀秀夫でした。